ケープハゲワシは、タカモクタカカシロエリハゲワシ属に分類される鳥類。ケープシロエリハゲワシとも呼ばれる。ジンバーブエ南部、スワジランド、ナミビアの一部、ボツワナ南東部、南アフリカ共和国、モザンビーク南西部全長100から120センチメートル。翼海二260センチメートル。体重7から11キログラム。背中は、泡かし色、腹部が白い羽毛で覆われる。 頸部基部は、襟巻き状の白い羽毛で覆われる。お葉の色彩は脳褐色。右腹の色彩は泡褐色で、羽毛の外縁は暗褐色。風切り葉の色彩は脳褐色。頭部や頸部は、綿たでまばらに覆われ、青みがかった皮膚が露出する。くちばしの色彩は黒い。卵は、開白色の殻で覆われる。ひなは白い綿たで覆われる。幼鳥は、頭部や頸部が、 ピンク色で、交彩が褐色。ジップスコープリテレイズサバンナや、ステップなどに生息する。不安定な群れを形成し生活する。植生は、不肉食で、大型動物の死骸を食べる。砂岩やケイガ岩からなる断崖に、木の枝を組み合わせて、散々に草を敷いた巣を作り、一回に一個の卵を産む。営像場所が限られるため数百ペアからなる。 大規模な集団繁殖地を形成することもあり、同じ映像場所が数世代にわたって用いられることもある。私有交代で放卵し、放卵期間は約8週間。ヒナは孵化してから約5ヶ月で巣立つ。生後4から6年で生成熟する。生息地では薬用とされることもある。放牧している家畜を襲うと誤解され、害鳥とみなされることもある。 肉食動物の減少や家畜の死骸処分による獲物の減少、害鳥としての駆除、薬用の捕獲、交通事故、送電線による感電し、人間の侵入による繁殖の妨害などにより生息数は減少しており繁殖地の監視や給仕などの対策が行われている。1999年における生息数は約4000ペアと推定されている。 ありがとうございます。